てね、少し考え直せ。ねえ、本当にね、今から切符は、なんか終わってから切符売れそうだけどね、おそらく売れねえと思うよ。ねえ、でもまあ4ヶ月もあるんで、ねえ、6月、ねえ、ちょっとまあ集まってさ、ライブハウスらしい、なんかフレンドリーな感じで。ねえ、フレンドリーな感じで。いや、古い曲をやらないと気に入らねえなら帰れと言ってああいう風に言ってみたいですね。本来ならばそういうキャラなんだけど、最近人間ができてきちゃって、最近ね、本当にね、みんなと共にね、こうやって元気でね、もう戦争とか起きたらね、こういうことはできなくなるわけなんで、ああ俺なんか真っ先にこうヤバい歌ばっかり歌ってんだからな。だからよ、これからもそういうヤバい歌を歌うとしてね、本当にね、平和を目指して頑張ろうじゃないか。本当にね、ちょっと気持ちよく皆さんありがとうございます。本当にワーデンに向かおうと。なんでお前挨拶してんだろう、心にもない挨拶するなよ。お前なんだそれ、お前はさ、なんか一言言ってみろお前。どうもどうも。これね、渡辺は今日は吉田健に名刺を貸したっていう、後でレントル料を請求します。意外としっかりしてんだねお前ね。本当にね、ドクター京ちゃん、レコーディングを含めてね、はい、長い付き合いをしたいと思いますよ。ルガンボスの時代からね、仲いいですけどもね。川島京一、なんでお前それオタクっぽいこと言うんだよ。分からねえじゃねえか人はさ。何だそれ今。ゲロ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 。まあ俺の中ではさ、一緒にやったこととかゲロとかさ、いろいろあったけどさ、覚えてねえだろ。あれ冷蔵庫の中身みたいなのあれこんなの入ってた。いやもう変だな。分かったよ。あの時